だけを解決しなければいけません泥棒に盗まれちゃったわけです大事なものを命を盗まれたんです15年前高橋明氏が最後の声を振り絞って日本を信じろと伝えました最後の最後まで日本の力を日本の国民の皆さんの力を信じたいと思って こんばんばは拉致問題話の時間でですす私は家族会の増本です、えー、この本こ2週間の間に北朝鮮の報道これは産経新聞なんですけれども他の新聞があまりやらないので、えーま、産経新聞が一番いいと思ってやってるんですけどもこれはあのこの記事ちょっと衝撃なんですけどね「ジョンウン氏中国人は嘘つき」という。 この記事なんですが、えー、これ北朝鮮の非核化に向け2018年の米朝交渉当時の金正恩 えー、朝鮮労働党委員長現総書記が在韓米軍について中国を牽制するために必要だとする趣旨の発言をし,たいしていたことが明らかになったと、えー、これはちょっと衝撃ですよね、うん、米国のポンペオ前国務長官24日に出版した回顧録に当時のやり取りを記載した回顧録ですからそんなに嘘はつい書いてはいないというふうには思うんですけどね えー、以前あのボルトンさんも回顧録を書きましたけれどもこの政府高官が、えーまあ、何年3年三年ですか3年でこういう回顧録を出して外交交渉の中身を出すというのもまあアメリカらしいっちゃアメリカらしいですが日本はあまりそういうことはできないようになっているはずなんですがこの中でポンペオさんが言っております ポンピョ氏の証言からは表向きには中国との友好関係を強調しつつ二大国間でバランス外交を図る北朝鮮の思惑が浮かび上がったと、えー、ポンピョ氏は18年春当時のトランプ大統領の特使として極秘に包丁ショーン氏と面会した回国に言うとポンピョ氏は中国は以前から米軍が韓国から撤収すればショーン氏が喜ぶ と話していると述べたところショーン氏は中国人は嘘つきだと反論中国は朝鮮半島をチベットやウイグルのように扱えるよう米国を撤収させたがっているこれチベットウイグル批判にもなるんですけれどもよくまあここまで踏み込んだことを言ったなと私は思いますよ。と指摘した上でえー 中国の半島進出を防ぐため米軍の駐留が必要だと述べたという在韓米軍をめぐってはショーン氏の父キム・ジョンイル総書記も南北統一後も地域の勢力均衡のため在韓米軍が必要だとの認識を示し0年の南北首脳会談で韓国側に伝えたと複数の韓国元高官が証言している。 うん、回顧録ではショーン氏がずっと私を殺そうとしてきたのを知っていると米国の暗殺計画に触れポンピョ氏が今もそうですよと軽口をたたえたエピソードも紹介トランプ氏があ交流サイトを通じショーン氏を「あリトル・ロケットマン」と揶揄したことについてシ、うん、ョーン氏も「ロケットマンはいいがリトルは良くない」と冗談を言ったというまああのこう会話の中の,その、まあ、こういうジョークも含めて 面白く出しているんですけども本当に衝撃なのはやはり在韓米軍に関して金正日も統一後韓国に駐留地域の勢力均衡のため在韓米軍が必要だと認識を示していたというこのミレニアム会談ですね金手順と金正日の会談の中でも それを言っていたと、複数の韓国元高官が証言しているので、間違いないと思います。なお、ちょっと、あの、驚きです。え、このが出て。今ごろ、ちょ、キムション氏は慌ててるんじゃないでしょうか。う、まあ、当然、あの、中国の庇護のもとに。 えー、自分たちの体制を維持できている状況ですからねもともとロシアも支援はしていたんですが今ロシアはウクライナとの戦争に突入しておりますので、えー、金銭的な援助はなかなかできない、まあ、物的援助もなかなかできないただ単にあの北朝鮮から武器を買うというそういう、うん、資金援助に近いですけれどもね。 本来ならばこれは安保理違反ですよね北朝鮮からこの武器を買うというのはそれでも、まあ、ロシアの内部事情によってこういうことをやってるんですが中国はそれとは全く関係なく、まあ、物資の、まあ、供給とか、まあ、貿易もそうなんですけどもまだね いまだに年間50万トン以上の,その原油をあのパイプラインを通して流しているという状況ですそれはもうあの何人かの朝鮮ウォッチャーから聞いておりますし確認も取れております本来ならば供給してはならないんですけれども先日リーソーテ先生があの背取りに関しても言っておりましたあの韓国政府韓国政府 文在寅政権ですね韓国政府はロシアの船を雇ってそして国籍を示す旗はまた別の国の旗を掲げて背取りを行ったという事実があるようで今その韓国の中でも少しこの問題を取り上げている検察もあるようです。ここういったことも含めて文在寅は北朝鮮の傀儡 政権となりそして北朝鮮のために韓国民のお金をどん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 湯水のように使っていたということなんでしょうこれ国家反逆罪にも当たるとは思うんですけどもその辺は韓国にお任せするとしてでもこの中身ですよねそういう状況にありながらも金正恩ョーンはその中国批判をアメリカに行ったということです。 今後おそらく中国に対してはある種の言い訳をするんでしょうけどもでももともとですねあの金正日もそうですが北朝鮮はというか北朝鮮の政権は非常に中国を嫌っていた特にあの独裁政権でトップである金正恩金日成の場合はちょっと分かりませんが金正恩それから 近この2代にわたって中国人に対してあまりいい感情を持っていないということもあるようですこれはあの歴代中国政権秦の時代からその前の時代から大国中国という,うまあ国ですよね民秦そういった国に弾圧を受けたり非常なあのまあ 脅しを受けたりしながら生存してきた朝鮮半島ですからえまあ根に非常にあの根本的に中国を嫌っているのはまあ確かでしょうそれであの嘘つきであるという言葉まで出してしまったわけですよね。ま,ましてはその在韓米軍が あの統一後も必要だというそこまでの認識を示したというのはちょっと,と驚きです、まあ、あの今現在の,その,の日本のメディアではやはり在韓米軍の撤収を 北朝鮮は求めているという報道をずっと続けておりますしムン・ジェイン政権の時もその在韓米軍の撤収のためにいろいろと画策していた時期はありました。の無表の時からそうですけどもね在韓米軍から指揮権を奪うというそういう法律まで作ろうとしてたんですけれども結局は今のところはまだ在韓米軍 あ,あそこにあります。だからその根底にはあの北朝鮮がさほど本気で在韓米軍の撤収を望んでいないということもあったのかもしれません。まあ、しかし驚きです。このまあ、昔の話になりますけれども、これ昔、えー、現在コーリアという雑誌にありましてね、あの元々あの中国では当時新末期の時代ですけれども。 北京の55日以降あの欧米諸国そして日本も含めて侵攻、まあ、しある種の特権を得ていました。でその中で中で国人は あ日本人に対してもあまり強く言える言えない立場であったそれを見て,あ見ていたその韓国出身のその時にはもうでに併合されていたんでしょう,う人があのそれまでずっとバカにされ続けていた朝鮮人の立場から日本人になっていきなりその中国人の上位に来て、えー、それであの非常にあのなんか。 留因を下げるようなことがあったということで日本人になってよかったという方もいらっしゃったというのはねあのそのそういう話も聞いてますが、まあ、それほど中国に強い虐げられてきた朝鮮半島その根幹にはやはり中国人嫌い中国嫌いというのもあるのは間違いないと思いますが果たしてこれから中国がどういう対応に出るか。 気球をあの爆破されただけでああいう避難メータた声明を出してますからねこん,なこんなものが出たらキム・ジョーンの立場がどういうふうになるかちょっとお、まあ、見物だとは思っておりますさてその次この北弾道小型化に、えー、注力。 この米議会報告書核戦略が進展米議会調査,調査局は1月25日時の報告書で短距離弾道ミサイル KN23 は核弾頭の搭載が可能だと指摘しこれまで一部の専門家が示した見方に同調した報告書は KN28 が通常弾頭か核弾頭を搭載して朝鮮半島のあらゆる場所を 攻撃できるとした変則軌道で飛ぶため既存のミサイル防衛では迎撃が困難とされ核弾頭を搭載することでさらに脅威が増すことになる。報告書は中距離弾道ミサイル KN15 について核弾頭で日本を攻撃する能力を備えていると改めて強調した車両から発射できるため事前探知は困難だとした。 米本土を狙えるよう大陸間弾道ミサイルについても2017年と22年の発射実験を通じて技術を向上させていると指摘新型の火星17は複数の核弾頭を搭載できる仕様とみられるとの国防総省参加の国防情報局の 分析を紹介北朝鮮が ICBM 級を含む弾道ミサイルで運搬する核兵器を製造したと情報機関は見ていると記述しているんですがこの核の小型化ができているのかどうかですねミサイルに関しても何度も何度も打ち上げて修正していってあの、まあ、結果としておそらく核弾頭をこう取り付けることができるだろうと。 で運べるだろうというもうあの予測は立てるんですけれど、ただその果たしてその核弾頭自体が、うん、出来上がっているかというのはまだ不透明だというのがあの方の考え方です。さらに核実験をあと2回ほどやらなければ、えー、完成するのはちょっと難しいのではないか。まあ誤爆もあり得るし。 えまあ誤爆したら自国の領土もおかしくなりますからねそういう点ではあのまだ23回やらなきゃいけないのではないかと言われていますがここで核実験をすると欧米諸国さらに今中国もこの核の脅威に関してはあの警戒しているのでどのような動きになるか分かりません。 で、えー、これもあー李想定先生がおっしゃったんですが今韓国では7割強の人たちが、えー、自国も核を持つべきだという,う、まあ、世論の調査結果が出たようですで当然、まあ、北朝鮮の,あの核の脅威を受けてで 北朝鮮が核を放棄するかという問いに関して7割強の方たちが「しないだろうと」とあるいはあーする「しない可能性が高い」という回答で、えー、北朝鮮の非核化は難しいというけあの世論結果なんですね。それににこうして、えー、自国もやはり北の核に対抗すべく 核を持つべきだとといいいうう世論が形成されているということです残念ながらこの我が国も非常に北朝鮮の,この核の脅威にはさらされる予定ではあるんですけれども、まあ、すでにあの中国やそれからロシアの核の脅威には晒さられているわけでそんな中で日本を守るためにどうするのかというその議論さえ できないような状況を続けているのは、これはもう、自民党の、というか、自民党も含めて、国会議員の怠慢だとは、私は思いますね。話さえできないというのは、当然、守ろうとする意思がないとしか思えません。話をして詰めていくべきです。もうこの金正日が拉致を認めて20年。その間にも、北朝鮮の脅威に対して、どうすべきかという議論さえ。 ししようとしな今弾道ミサイルを撃ち落とすというバックスリ3とかねそういうものを配備したとは言いますがここにも書いてありますが今変速軌道のミサイルも開発しているしこれを、うん、7分以内に来ますからね日本にそれを撃ち落とすというのは非常に困難であろうという時に なんの議論もせずそして日本がその核武装を有ぬは国民のまだ結婚生活が得られていないでしょうが議論さえしないというのは少しあの間違っているのではないかと思います。えー、さてこれは最後なんですけどもね金与正久しぶりにあの金ジョのお話が出ましたね。 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹金与正党副部長27日夜米国がウクライナへの戦車供与を決めたことを非難する談話を発表した。 ヨジョン氏は米国が戦争状況をエスカレートさせているとし強力に糾弾すると表明した朝鮮中央通信が伝えた、まあ、よく言いますよね自分は核実験やミサイル実験やっておいて、えー、緊張を助長するようなことを続けておきながら、まあ、他国の,その、まあ、ウクライナ支援に対して、えー、こういう糾弾をするというのは、まあ、あの西側諸国というか、まあ、ウクライナを支援する サイドとしては、ね、やはりあのロシアの野望を砕くためには、えー、このままではもう勝てないというその、まあ、確たるものを示していかなければならない。えー、今回の,あの戦車供与に向けてもねあのやっぱりあの西側諸国はロシア本土を あ攻撃するようなあことはしないという確約を取ったという話にはなりますけどもね、えー、ここはいロシアに向けて支持する姿勢をアピールするとともに、えー、自衛権の行使と称して核・ミサイル開発など軍備増強を進める北朝鮮の立場を正当化する狙いもあるこれはもう前々から言われておりましたね。えー ロシアは国連安全保障理事会でも北朝鮮用語を鮮明にしている。一方、アメリカ政府は北朝鮮によるロシア側への兵器供与を繰り返し指摘していると。と、まあ、お互いあの、あれですよね。金,金正恩は、まあ、外貨稼ぎのこともあるんでしょうけれど、えー、武器を供与、まあ、弾薬を供与しているという話は、もう思い前々からありますから、今更その。 西側諸国の協力体制に対して文句を言うことはできないのではないかと思います。それにあのヨジョン氏の健康状態があ,のあまり良くないという話も聞きます。どうもあの顔を見てるとどん,どん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 顔がやつれていっているのではないかと写真を見てですもんね。で顔がきつくなってるという,うこともありますしこれも李総哲先生の 話なんですけれどどうもあのキム・ユジョン麻薬に手を出してるんではないか薬,薬物中毒ではないかという、まあ、仮説を立てられてもおりますが、まあ、これはまだ確認されていないのでどうなのかは分かりませんけどもこのような人間がやはり党中枢にいるというのはちょっと危険ですよね確かに。 はいということで北朝鮮の情報に関してこの、えー、産経新聞の3つの記事をお教えしましたこれを見てもやはりあの北朝鮮内部の状況ですよねあの今どうなってるのかというのは非常に、えー、危惧されます、えー、今日も私はあの潮風で、えー、放送してもらう、えー、原稿を作ったんですけれど やっぱりあの北朝鮮今、今先月の,その25日ですよね、あの大寒波、日本を襲った大寒波、あれは当然、大陸も襲ってますからね、中国もマイナス50数度までなったという、それから当然、北朝鮮も同じ大寒波に覆われて、寒さはもうたまったもんじゃないぐらいのところまで行ったでしょう。うそ またピまた平ンでコロナが感染し始めているというか感染拡大をしているという情報もあり薬もないワクチンもないし薬もないで食料もない本当に1990年代末の死の行軍に似た状況というか。 あ,あれよりもひどいのではないかというふうに今噂されています、えー、そんな中であの拉致被害者の皆さんが無事にいるのか元気でいるのかというその本当にあの恐れはあるんですけどもねそれでも我々ができるのは、えー、その「潮風」という放送で彼らに呼びかけるしかない残念ながら。 本当に日本政府がだらしない「ごめんなさい」と言,って言うしかないんですけれどももう時間がないと言いながらね時間を浪費しているのは我が国ではないでしょうか。時間がないいいいい中で、もっとと早急に動いてたいただきたいと思います。さて1月31日に特定失踪者問題調査会幹事会が開催されました。あの前回、次はあの、 特定失踪者問題、特定失踪者に関する、もうちょっと詳しいものをと思ってはいたのか。ちょうど三十一日にこの調査会の勘違いが開かれましたので、その報告もさせていきます。ここに並んでいるのが、一応、幹事等顧問です。代表荒木さんで、家族会事務局長の竹下智也さん、これ、特定失踪者家族会です。 そして私元理事一旦理事を何年か前かな10年ぐらい前に辞めたんですけどもその復活で副代表としておられる返り咲きましたあと武藤さん常務理事から副代表になったで村尾武さんこれが幹事長そして副幹事長が杉野正治さん で54術にこういうメンバーがいるんですけれどもこの日出席したのはこのうちのそうですね何何かここにあの出てますけれども幹事長副幹事それから幹事もこの面々。 にとどまりました、まあそのいろいろと皆さん、うん、他にも仕事を持ってらっしゃるしいろいろと大変なところがありますからね常任顧問監査土田正一土田先生はいらっしゃらないで川人先生が確かいらっしゃったと思います。でオブ参加で特性失踪者家族会のこのお二人植村さんと吉美さんも参加されました。でこういうい式次第のに この「物個者への黙とう」認定被害者の家族もどん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 亡くなってますけれどももっと数の多い特定失踪者の親世代の方もこうやってあの毎年亡くなられます。そののたんびにあの黙祷をするしかないのが 非常に残念ですがで参加者からの,この自己負担というい自己紹介こ,こういう流れで参りました。で調査会設立20年で原点に帰りこれまでの前提関念を捨ててやるべきことをやっていくということで、えー、10月頃平成22年、えー、10月平成22年 22年ですからもうあの12年前ですか10月23日都庁前集会と同期もの集会を実施する、えー、あれからこの時にもうあの二度ともうこういう集会をやらないということをある程度決めていたんですがもう前提観念を捨ててやるべきことをやるもう一度うやりたいというかやらなければならないという状況に達しているということですね。おかえりと言いたいた拉致被害者者特定失踪者家族の都 え前回の時これが最初で最後としたがその後12年経っても状況が変わらないため再度実施可能であれば同じ都庁前広場え今後村尾が都庁担当者と接触今回はイベント業者を入れて開催するいろいろなあの音響とかテントとかあそういったものを設置してえもう少しあのまあアピールする形にしたいということなんですがそれでは今の今の そうするためには今の,その特定思想者問題調査会の人員ではとても足りないので業者を頼んで業者に設置とかそれから音響装置とかそういったものを全部任せてやれることをやっていきたいということです。 調査会としてはこれまで運動という形ではあまりやってきませんでしたが田中さん金田さんを見捨てるのかというテーマでは一度集会をやった方がいいのではないでしょうか人数にはこだわりませんある程度同意も考えてもうこれあのー、2度ほど確か小さい集会会見のようなものをやっておりますがそれとこの場には佐伯氏は来るべきでしょうというふうにさんが 昨年でしたかねストックホルム合意の際に田中さんと金田さんが存命であると北朝鮮で暮らしていると北朝鮮からの報告があったにもかかわらず日本政府はそれを受け取らなかったという経緯があるので、えーまあ、それがなぜなのか前にもこう話しましたただ単に日本政府の都合でありあとこのお二人の生存 情報だけでしまいにされるのが怖かったという日本政府の事情なんですがそれはちょっとね、えーまあ、調査会でも言ってますが北朝鮮に拉致された人間が北朝鮮で発見されたということを突破口にやっぱりいたんじゃないかという攻め方もできるし、えー、これまでの北朝鮮の報告が全く、まあ、デタラメというふうには言わないですけども。 うん漏れがあったことは事実だしその漏れについてもどういう調査をすべきなのか、まあ、調,査すべきこと調査をすべき段階ではないんですがとにかく「返せ」という言葉をつ常に言っていただきたいとは思います。えー、で、えー、こちら「佐伯氏の言葉を故心に、えー、読めばこれまでの交渉のやり方ではもう無理だ」とも読めるわけではどうしたらいいかこれまでどこに問題があったのか。 あ佐伯氏を攻撃するのではなく一定程度も話す責務もある私もそう思いますねだ、佐伯さんはおそらくそれを含めて今回のインタビューの中であの答えられたのではないかと思いますにそれと上記の件では改修会をやらないとしても立憲や国民主党の国会議員に拉致議連内部で議論をしてもらう こともまたさらに厳しい国会質問をしてもらうことこれはやるべきだと思う野党ではないという問題提起は無理でしょうから3それとこれはここで提起する問題ではないでしょう。 おないかもしれませんが稲川和夫さんが今体調を崩されております稲川さんの膨大な拉致救出運動の記録映像は歴史的価値があるものでこれはどこかで整理必要があります、えー、調査官にとっても精査すればいろいろな再発見があるかもしれないこれをだから、うん、管理整理が必要だというふうにいうことですで、これ大口幹事の方からこのような提案を、うん スクール会全国協議会の方針と相反することにならざるを得ないについて以前もお話し,しました私はスクーカ全国協議会の幹事も務めておりスクーカの活動方針に反することを調査会であえて決めることについてやめていただきたいというあえて決めることになればスクーカーか調査会のどちらかを取るのか踏みを踏まされること確かにそうなんですよね。今あの先ほどここにあの並べた 調査会の理事の中にも救う会の幹事が何人かいらっしゃいますからなるべく救う会と整合性を取るような形でやっていただきたいというふうには思うんですがなかなかその当に、えー、この田中稔さんと金田辰光さんに関しては見解がだいぶずれているようでうできておりません。 これは全拉致被害即時一括帰国への対応全拉致被害者の即時一括帰国はスローガンとしての意味があるだけだということは明確に打ち出す田中さん金田さん寺越事件のことも絡め現実にはことらを対応をするように政府に求めそれを広報する活動をしていく。で出版活動を務める 曽田顧問の調査会ニュース連載戦後の外事事件をまとめたものが進行中で曽田顧問の残余の資料については追って検討するうん杉野副幹事長の拉致回廊日本列島を行くの続編も追って出版の予定以後も引き続いてシリーズかし出版そして徳田原ブルーリボンの会設立がん、えー、脳卒中 心臓病及びそれに準ずる重篤な疾患を過去に経験ないし現在治療中の人のみを開封とし必要に応じて座り込みデモ等を行う幹事会終了後石原倫理幹事を代表幹事として杉野正春副幹事長を事務局長にこれはあの幹事の中にも本当に重篤な 病気から生還した方たちが何人もいらっしゃってそういった方たちを中心に調査会支援者拉致被害者救出の支援者の中からやはりある程度お,お年を召した方もいますしね稲川さんもだいぶあの重篤な病気にかかられておりますがその方も含めて、えー、復帰しまあ ある意味、生還したっていうね。ちょっと大げさかもしれません。生還をしたような方たちが徳川の会という。それを作って。で。あの？一緒に活動していく徳川のブルーリボンの会を設立しようというのが趣旨です。えー、まあ,あのこれは？今後の課題にはなると思いますが。 調査会主催の現場説明会横田めぐみさん拉致現場を巡るあと横浜海上保安資料館見学会これはあの以前にもこれ海上保安資料館の見学会はあってない気がしますが横田めぐみさん拉致現場を巡るこれはあの調査会が独自に、ま、調査したいろいろな ことがあるわけですでそれは政府が横田めぐみさん拉致事件に関して発表しているものとは多少とか少々違いますだからそれを含めてあの皆さんで一緒に勉強会のようなことで横田めぐみさんの拉致現場拉致事件の現場を歩きながら説明をしていく会も あってはいいいいんじゃないかととうことでこでれを決められましたれ、えー、まああの多くどれだけの方が参加されるか分かりませんけれども、まあ、新潟の方もそうですし県人の県の方も全国の方もこの,この機会に新潟の拉致現場を見てもらうのもいいのではないかという話になっております。 えー、で、えー、その常任の担当として、えー、ここに荒、えー、木さんが情報村尾さんが広報杉野が記録で分けるが相互に連携をとり非常任の党員に、えー、個別に協力を役員に個別に協力を要請していくうでこれ人事についてはあのこういう亡くなられた方もいますので肝心の退任と信任、えー、の ことを決めました、えー、これはこっちからふるさとの風潮風共同公開ログ収録来年もの官民一体の活動を継続し回数を増やす方向で政府と調整していくということなんですがあのこれ担当しているのが村尾幹事長政府との接触特に拉致対策本部ですね拉致問題対策本部との接触の中でどうもそのあこの 共同公開収録に関しても回数を減ら,し減らす方向で今あの政府は動いているのではないかというそういうあれですまあ予算ということもあるんですが無駄な予算がいっぱいあるような気がしますがこういうあの国民の啓発ですからねこの国民啓発に関して結局できないんだから。 情報を集めるにしてもで、えー、もしやるべきなの今やるべきなのは私もそのう風化させないためのおいろいろなあ、まあ、政策だと思ってるんですけどもねこれを減らす方向でいるという本気でだから被害者を取り戻すという気概があるのかというのは疑われます。あと USB プロジェクト、えー 映画「め組めの誓い」韓国語字幕版拉致被害者特定失踪者の情報を5秒ずつ流していくコンテンツ特攻対応取材した演劇帰ってきた蛍の韓国語字幕版今後内容を公開してさらに多くのルートが北朝鮮に情報を入れる用意していく USB に「あのまあ、め組めの誓い」も入れそ,のそれから、えー、特定失踪者拉致被害者に関する情報 5秒ずつですね写真付きで、えー、入れたものこれで40分強で「めぐみへの視界が90分ぐらいですから、うん、結構長い、えー、あのデータになるんですがそれを北朝鮮の内部に注入していこうという、えー、そして、えー、特定失踪者拉致被害者に関する情報を北朝鮮の内部から取れれます。 取りたいという思いもあるようですし、北朝鮮の内部のその人民に対するアピールでもあります。でも、こういう USB を見れるのは平壌、うーんまあ、政権中枢に近い家族かそれともま平壌市民かということですからね。ただね、あのまあ、前にも言いましたけども、北朝鮮であの。 韓国の DVD を見た高校生が3人処刑されたという衝撃的なニュースがあったんですけれどもこれは韓国の DVD を見ただけで問題ではないですからね結構厳しいものがあるかもしれませんがでもこういうこともとにかく外部から情報をどん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 注入して内部の 世論,世論にはならならいいいでですね、何て言えばいいんでしょう、内部の反ジョン勢力をもっともっと強くしていくということも必要なのではないか特に拉致被害者の情報に関しても取れるのではないかということです。あとこの特別検証このコロナ禍で中断していた特別検証を再開。まず、 これはもう決ままっています沖ノ島、えー、5月18日でこういう経緯で,で沖ノ島泊ということです。で18日木曜日に行って19日にはあキャン西之島町北朝鮮工作員のものと思われるキャンプ,キャンプ場地で調査開始町っていうんですかね、えー チフムラというのはね調査というこれはもう決まっておりますでこれの他に、えー、オバマチムラ夫妻拉致の日におかつおかかいおつ会館でコウヨシミコウはたけし兄弟をテーマに行うということ3石川事件うんに関して少し もっと掘り下げたものをやろうではないかということでこの石川事件に関してはですねその前にこちらの方をやっておかなきゃいけないですね。えー、サザこれお祭り的な要要素も必要ということでこれがあの今年10月に開催される特定失踪者の集会です。家家族族の費は特定失踪者家族で負担 家族会で負担岸田総理に参加を求めるなども併せて行う前回は石原都知事平沼拉致議連会長飯塚家族会家族連絡会代表西岡飛空会会長古賀都議会拉致議連会長地方都市のね会長らが登壇し事と 小川都議会会長、あとそれから飯塚家族会代表もすでに亡くなられておりますけれども、平沼先生ももうほぼ引退状況ですからね、に参加を求めることもしていこうということです。これを機会にこれまであまり出てきていない集会等に出てこられる家族にできるだけコンタクトを図るということで、 えー、間違いなく拉致だと確信があればいいが自分のところにグレーゾーンの場合は家族が表に出ていくことを躊躇する場合が少なくないという、まあ、これはあの特定死創者家族会のご家族の偽らざる心境だと思いますけれどもねなでももし仮にそれが本当だとするとっていうか100人以上拉致被害者がいるのは間違いなくて。えー その誰がその該当者か分かりませんけどももし声を上げるのをやめればあのもうそれが全然、えー、前に進んでいかないのでやっぱりやっていくべきだろうということですで,、はい、ではいこれ署名を提出というふうに言ってますが調査会に寄せられているう署名これは遊泳前線があの主体 ヤングリーブスというところが主体になって街頭署名をやってその時に集まった署名やそれから内部で集めた署名がもうだいぶ調査会にたまっているのでそれをあの まとめて時期的には集会の前座的な形で総理内視官房長官兼担当大臣に要請するときに合わせて提出する方向を模索ということなんですが署名提出に関してはあの私も毎月首都圏で署名活動を行っておりますがそれが今あの2年分ぐらい私の自宅にたまっておりますのでこれも含めてでももう10月までは待てなくて先日仙台に行ってまいりましてね 仙台市で、えーまあ、職員市職員とそれからその待合室で、えー、書いていただいた署名がまとまってこれもう3回目なんですけどもね、うんえー、3,541筆たまったものを受け取ってまいりました受け取ってす宮城の方に今預けてありますそれと宮城の大崎町大崎市ですか。 そこでも880強の署名を集めていただいてそれも預かっておりますそれも含めて一緒に私が集めたものと宮城救う会宮城が毎月やっている署名活動の中で蓄積した署名でその仙台市やそれから大崎市で集めていただいた署名をまとめて えー、官房長官ないしこちらもそうですが官房長官というか、まあ、拉致問題担当大臣ですからできればその方に直接お渡ししたいとは思っておりますこの署名というものを突きつけていかなければいまだにこ,うこれだけの数の人たちが拉致被害者の奪還救出を望んでいるんだということをねどんどん毎年毎年突きつけていかなければ政府はなかなかに。 動かない,というこまあそれをやっても動くかどうかわかりませんけれども何もやらないよりはやった方がいいし、えー、やるべきだというふうに思っております。えー、でこのさてこの次各党への要請をさらに具体的に行っていくということですがもう昨年も確かこれやったんですが途中で期間がまあ期間がじ 時間が取れないとかいろいろとまあ小問題がありすべての党には要請できなかったんですがそれをまた改めてあのやろうじゃないか僕は自民党もまたもう一回行かなきゃいけない国民民主党もそう維新の会もそうそれからまあ令和には行こうとしたけど向こうの都合でなかなか日程が合わずに確かできなかったんですね。あと田中みのるそれから、えー 金田達光問題対策委員会これもそうこれがねやっぱり今一番やらなきゃいけないことではないかというふうには思っておりますあと寺越事件問題対策委員会大口幹事は寺越昌司さんのご子息3人と相談の上調整がつけば同委員会を設置し特別検証などを行う。あと潮風ですねこれ やっっちまった送信所1 0 0ット送信機2機の老朽化問題で NHK の予算削減計画の実施は2024年度となり自民党長嶋昭久衆議院議員はじめ日本維新の会国民民主党立憲民主党などを通じて今国会でも引き続き1 0 0ット送信機2機更新を訴えるこれがなくなるとま,ああのまたこれね、えー 100キロワット3 0 0ットのやつをまた使えるようにするとか NHK は言ってんですけどそうするとあの電気代がまた上がってしまうしいろいろな弊害が行うんですけども今回のウクライナ侵攻でもそうですがこの短波放送の重要性というか中波はもちろんあの父親 何でしょうか短波の重要性も改めて見直されているという部分があるのでこれをまあ老朽化がスタンドだったらば新しいものに取っ換えれば取換えてこの事業を継続していく調査会はただで使っているわけじゃないですからねあのしっかりとお金を払ってそれであのその電波対応を使っているわけでそれは維持していってもらいたいというのが調査会の ですそれにやっぱり NHK がなかなか首を縦に振らないしもしこれ NHK が予算の関係でできないというのであれば国が管理する方向で国会議員に動いてもらうしかないだろうというのが今のところの状況です。だ潮風グッズこれ蛍光マーカーカ増加引き続き続前線など 需要が見込める団体等とのコラボや意見交換から新アイテムをあの作っていくということですこれがあの訴求効果を高めるアイテムとしては安価で導入可能な缶バッジを追加販売と並行しながらイベントでの配布などにも活用して幅広い世代へ一識づけを促すということです とということが話ししわれましたで寺越事件に関してはこれちょっと読ませてだきますね、まあ、ちょっと経緯、えー、本年5月1 1日で事件から60年となります昨年の救う会の国民大集会時家族会と担当大臣が面会した時に寺越明夫さんが担当大臣の寺越事件の現場視察等に寺越事件の拉致認定を求める発言をした とということで特にについてこれまで北朝鮮にいただく櫛さんの命の安全を理由に求めてきませんでしたが武さんの母智恵さんも健康がされておりましてね。うん 武さんはいつでも元気で,いつ,までいつまで元気でいられるかわからないだから今拉致認定を求めるこの発言に印象派救う会会長も賛同され石川県庁から対策本部へ担当大臣の現地札と石川集会を要望してはどうかって提案があり救う会石川としてその方向で進んでいます。ですすから調査会が本年計企画する 会場からの現地視察実施と寺越問題対策委員会設置は相乗効果を生むものだと思いますこの寺越事件というのも本当にあのもう半世紀になんですよ半世紀以上ですから60年となるんですねそれが未だにこう,うやむやのままいるというのが不思議です、うん、寺越さんご一家というか秋代さんのご子息三人は 家族会に入っておられます。で、えー、家族会に入っておられますが、認定被害者として、えー、認められてはおりません。最初はね。本当にあの政府の対応も。ちぐはぐでしたよね？あの。拉致被害者家族を官邸に呼ぶ際寺越さんご兄弟はあの？まあ。 半分呼ばれなかったんですよですからあの当時私何で呼ばないんだっていうふうに言って、えーまあ、交渉したこともありますし実はその官邸主導であの家族を呼ぶ時には官邸からその旅費は出るんですけれども寺越ご兄弟の旅費は今あいや今というかその当時は出ていませんでした今どうなってるか分かりません,うん私もその辺にあの関与してるわけではないので。 今でも出ていないのか認定拉致被害者で、えー、の家族でないから出ていないのかでも家族会の一員だから出ているのかそれは私にも今ちょっと分かりませんけれど、まあ、そういう扱いでした。 本当にあの悔しい思いをされてた部分もあるんじゃないかと思いますけれどねで何度何度あのお頼みしても認定には及びませんそれはそのここにも書いてありますけれども武さん自身が拉致ではなく救助だというその主張を曲げないしでご家族である巴さんも非常に揺れていてね揺れていてあの揺れていて。あのー 何て言うのかな？家族会に入り入るか入らないかも、うん、含めて、えー、いるんですね、うんえー、ここに書いてありますが、半年に一度。毎日一緒にいた私が首上稼ぎの記述が多くあります。寺越事件について正しく記録検証しなくてはいけないことは？ 富江さんの嘘ではなくその場面場面の政治判断についてではないかと思います社会党の島崎大義士が富江さんらを連れて包丁し武井さんに面会させたしかし海難事故として終わらせ政治は武井さんを北朝鮮に置き去りにしました次は私が自民党森喜朗幹事長へ富江さんをつなぎ武井さんは一時帰国を渡すもその後も北朝鮮に置き去りにされたまま 当時は北朝鮮が武さんを手に出させることが命の安全を保障させることだと考えその目的は達成し次は一時帰国させることが次へのステップにつながると考えたというその上であの武さんを一時帰国させるということを、うん、画策してそれは2002年のそうですねあの被害者が帰国する直前に武さんは北朝鮮の 有効有施設団としの一員として、えー、こちらに来ました。そしてあの本当にまあまあ何年ぶりトメイさんが包丁をしてたのでさほど久しぶりではないんですけれどもじ何年ぶりかで、うん、そんあの時に三十年ぶり三十四年ぶりなのかな。 自宅で過ごしてた時期期間があります。であのー もう友江さんもそれからタケシさんもあ友江さんが特に、えー、このタケシの事件に関しては自分が胸の内に収めて墓まで持っていくということで拉致という言葉を使わないようにはしてるんですがあの同じようなことが韓国であるんですよあのキムヨンナンというまあメグメさんの夫とされる人間がいますよねあの人も救助北朝鮮の船に救助されたと言って それであの北朝鮮で会見を行ったりそれからあの、まあ、めぐみさんのことについても証言されておりますが彼もかたくなに北朝鮮に救助されたといいいううふうに言い続けていますしかし韓国政府は政府の責任としてその高校生4人ですか北朝鮮による拉致だと認定しています。これが国家の意思であるという ことですね、あの韓国の保守政権はそれだけ、えー、きっちりと北朝鮮に物を言える状況にあった当時今はあそこまであるかどうか分かりませんけども今あの昔ほど、まあ、強硬な姿勢もとってはいないようですけれども毅然とした姿勢は見せているそれが日本政府は毅然とした姿勢さえ見せる。 見せて見せていないということが問題だとは思っております。はで長くなりましたけれども、今日はあの特定失踪者問題調査会の幹事会のまあ今後の方針です。え今年10月まあメインは今年10月に、えー、それ、えー、特定失踪者家族を東京に集めて、えー、12年ぶりに集会を開く。そしてこの八千代のこの あの通信所の老朽化した日記に関して積極的に政府に働きかけていくそれから田中稔さんそれから金田辰光さんこの2人を北朝鮮から取り戻すべく政府に働きかける。 とということがメインあとその寺越事件のもう一回検証をすべきなんではないか寺越事件に関し、えー、国民の皆さんに認知をしてもらうために、えー、もっと動くべきではないかというこれは大体あの大きな議題となって今後も検討を重ねながら。 あの実行をしていくということです。私もあの副代表として魅力ながらああやっていかなければならないと思っております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。